ちゃこ先生です。本日もゲスト会です。本日のゲストはカンミさん。前回雑談した時はゲーム実況者のジャック・オーランタンさんのことについてお話ししたんですけれども、今回2回目やりたいって言ってくれたんで、どうするって言ったら、今回もランタンで喋りたいっていうことで、同じトークテーマで2回目喋れるのが初なので、ちょっと楽しみですね。それじゃあ早速つないでいきたいと思います。やっほー。やっほー。寝てたの？寝てた。12時くらいに起きたというわけで、2回目ですね。2回目です。やった。実はね、初リピーターです。あ、マジ？マジマジ。あ、本当？好評であれよ。1回目のあなたの回が一番やっぱり見てもらってる。あ、らしいよね、うん、びっくりしちゃった。マジか今日書きたい字は何ですか？実況動画です、はい、で、今日喋るのは何についてなんですか？いや、今日もランタンかなこいつこればっかやなって思われそうだけど、もうこればっかになるくらい見てんのちょっと緊張してたって言ったでしょ、初回だから。そう、めっちゃ緊張してた。でっかい。だから多分ね、喋りやすいと思うんだよ。前よりはね、全然喋りやすい。そう、ちょっと早速一発目言っていいですか？はいはい、オッケーです。人のこうスタートをど真ん中から割と始めるとかっこいいかな。今結構右に寄ってるの分かるかな。あ、よいしょ。あ、お、上手上手、すごい。今めっちゃいいじゃんいいの出ました。これは何回か書いたらゲシュタルト崩壊しそう。あ、そうそうそう、もうこれをやりすぎるとちょっとなんかもうな、頭おかしくなっちゃうあの、今日カンミと喋る前に、うん、あのまたランタンのやつ見てたんだけど。何見たの？ドラクエ見てたかな。あ、ドラクエね、今私ちょうど見てた。あ、見てた見ながら朝ごはんを食べてて。あー、そうかそうか。いや、なんかね、そうそうそう、ほんとね、あの人安定感あるね。ほんと、なんかどのゲームやっても面白いよ。面白い。いや、カメラにさ、カメラ機能に死ぬほど喜んでるじゃんか。あ、そうめっちゃ、おー、何これ、神機能みたいな。あの、そう。すごいな。めっちゃ、なんか、あの、で、彼が嬉しそうにしてるのが、なんか、こっちはね、ニコーってなるよね。そうそう、そう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 。ほんとそういうスタンスだから、ランタンを見てるときは。ランタンがこう、はしゃいだり、なんか叫んでるのを見て、ニコーって。そう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 。いや、分かる、ほんとそんな感じ、マジで。いや、分かる。結構あの人ね、RPG 向きだなって最近あのやっと気づいた。ね、分かる。うん、ランタンすごいこうキャラクターになんかね、感情移入っていうかこうなんか寄り添うという、うんうんうん、自分が主人公になるんじゃなくてこう、うんうん、一歩引いてなんか主人公についてるランタンみたいな。そうそうそう。そうなんだよね。だからこう主人公がいて神の目線でランタンがね、そうそうこう見てて操作してる感じなんで。そう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 。それがめっちゃ面白いんだよな。わかる。なんかその一歩引いてる感でちょっとよりなんか冷静になるじゃんね。いや、そう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 。だからファンアートとかもさ、うんうんうん、一応さ、その主人公は主人公でちゃんといて、ね、その横にこうランタンがいるね。ああ、別にいるんだよね。あいや、もうやっぱほんとそんな感じだよなと思って。でもどうなんだろう、近年の実況者ってそういう感じでみんな実況するのかな。え、でもなんかあのランタンがね、いたずらガチョウがやってきたっていう。あー、はいはいはい。あれはね、珍しくね、主人公がランタンになってる。うん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 。そう、最初はその今まで通りこう主人公とランタンのスタンスだったんだけど、うんうん、回数を重ねるごとにこうだんだんこう同化していくんだよね、主人公とランタンガチョウがいろんなステージでこういたずらして進んでいくみたいな感じのゲームなんだけど、はい、うんうんうん、だからこうランタンはそのいたずらするガチョウを操作してるわけ、うんうんうん、だから最初はなんか、いや、お前それはやりすぎだろうみたいな感じでガチョウに突っ込んでたんだけどなんかこうだんだん回数を重ねるごとにこうランタンがガチョウになっていってでもそれがめちゃくちゃに面白くてさ、でもあの実況すごい大好きなの。あ、そうなんだ。あ、結構短いもんね、シリーズ自体。そう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 。単発のシリーズも出しつつ、結構並行してね、出したりするもんね。そうそう、そうなんだよ、そうなんだよ。だからその、ガチョを出してる時に、うん、ニーヤを出してて、うん、ニーヤをすごいこうなんかシリアスじゃん。うん、そうだね。私、あの、ハッピーエン中だから、うん、重たいのがちょっとこう、ね、心に来ちゃうタイプだから、しんどいのよ、見てる間はね、うんうんうん。え、でも見てるんでしょ、全部。あ、でも、怖くて最終話だけ見てない。また最終話だけ見てないけど。見てやれよ、そこまで来たら。だって怖いと思う。いや、
だからそれをこう見てる間に、うん、ガチョウも一緒にあげてたから、あこうニーヤで傷ついた心をガチョウで癒すみたいな見方をしてたな。いやでもランタン本人もそういう見方をちょっと前提としてるかもしれないよね、うん、あそうかもね、そうかも、そうあの重いのが続いたらちょっとみんなしんどいから、あのこういうちょっと可愛いのも入れとこうみたいな、いや優しい、それ優しい、優しいね。そう考えたら結構ジャンルむちゃくちゃじゃん。そう、めっちゃむちゃくちゃよ、本当にむちゃくちゃ。なんかどっから持ってきたんそれみたいなゲーム持ってくるから、チョイスがさ、すごいよね。そう、すごい、本当にすごい。兄っていう字めちゃくちゃバランス取りにくいんだけど、めちゃくちゃうまいよ。え、マジで？上手上手。え、やばい。今なんか全部違う方向になってるので。オッケー、下下上ね。そうそうそう。おー、うまいねー素晴らしい。そうそうそう、はい、終わり。早っ。ほんと短時間ですぐ変わっちゃうからね。すごいよ、マジで。でもあれからあのシワ酸素はだって絶対書いてないでしょ。書いてないです。いや、そもそもね、春休みだからね、字を書く機会がないんだよね。そりゃそうか、しかもオンラインとかだしな。そう、いやでも、まあ、もうちょっとしたら学校始まったらもう酸素の3になってもういっぱい書く。いっぱい書くから。ほんとかよ。いっぱい書くからもう。いや、ほんとほんとめっちゃ書くよ、授業で。ほんとかよ。え、オンライン授業でもあれな、ノートって書くもんなん？そう、書かないとね、いけない授業もやっぱあるよね。え、オンラインだけどノート書かなきゃいけないってどういうこと？え、なんかね、その授業自体はオンラインの動画ってあるけど、うんうんうん、その国家試験とかで勉強するときにさ、やっぱこう自分の手でこうノートを作っとかないとダメだよみたいな。だからこう、うんうん、資料配るけど、うん、ちゃんと自分で取ってくださいねってわざわざこう言ってくれる先生もいるしみたいな。へー、もうそれはだからもう自分のために取るノートだよね。あ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。あー、大変だな。え、ごめん、正式にはな、何学部っていうの？薬学部、薬学科。はあ、もうど真ん中だね。そう、めっちゃ薬薬薬薬って感じだね、確かに。がっつり薬剤師向けみたいな感じだから、おう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 、6年みっちりやってちゃんと国家試験取ってやりますよみたいな。すごいよね。思ってた数倍大変だわ。あ、なんで薬剤師を目指そうと思ったの？いや、なんかもうほんときっかけはめちゃくちゃ現実的というか、一番最初にその薬剤師いいなって思ったのはほんと小学校の時だったから、うん、なんかその授業の一環でなんか職業について調べましょうみたいな授業があって、職業いっぱい載ってるこう分厚い本をねめくったら薬剤師があって、なんか読んでみたら国家試験受かっちゃえばまあいつでもこう復帰できるし、まあ給料もいいし、学系だからね。でこう女の人だったら子育てとかで一回辞めたりするじゃん。なんか辞めた後もすぐ復帰できますよみたいなのが書いてて、小学生ながらにえめっちゃこれいいやんって思ったのが一番最初なんだよね。どんな小学生よ。すごい将来。小学生って普通にも5年生とか4年生とか。いやいやいや、私小学生の時もうちょっとあの鼻水垂らして外で遊んどったって。いや、なんか無駄に現実的だったよ。いやいや、無駄じゃない。全然無駄じゃない。だって実際今に繋がってるわけでしょ。まあね、まあね、まさか本当に薬剤師目指してることになるとは思ってなかったからね。思ってなかったんだ、当時は。いや、すごいって。キャリア考えてたってことだよ。いや、そんな考えてるつもりなかったんだけど、こうやって思い返すとなんかあれだよね。うん、え、こういう話使っていい？あ、いいよ、全然いいよ。ほんと？ NG ないので。ありがたい。お好きにどこでも使ってください。OK、OK。ね、じゃあちょっと動画の動画いきます。多分力が一番変わるかな。払いがこっちに行ってるんだよね、うん、はい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 。それをもうちょっと真ん中に。はい。うおー、すげえ。どうしたの？やばっ。そんな。すごいね、あなた。知らないうちになんか他の家族に書いてもらったりしてないよね。いや、私一人なんで。今。上手上手。前回よりあれだよ、なんか飲み込みというか、まあ、もともとさ、見たら結構パッと書ける人だけど、あなた。いや、もう緊張あんましてないからか。それはあるかもね、でも。そう、もう前回も緊張しすぎて手がガタガタって。なんか言ってたよね、手震えてたのが。収まってきたって終わる頃に言ってた。そうそうそう。ほんとそうだったな。甘味はあれだからね、ほんと記念すべき最初のゲストなわけだからね。うん、いや、びっくりしたもんね、私みたいな。
だって親に話したもん。嘘、何を。そのなんか YouTube に載せるなんかその企画みたいなやつで、なんか私最初にやるんだってやるんだって私こんななまっててさ、そんな年でいいのって感じだよねってお母さんに喋ったらめっちゃ笑われた確かになっつって、確かになじゃねえよめちゃくちゃおもろいじゃんお母ちゃん。じゃあ最後の字いきますか。はい、これもほぼ直しはない。え、ほんと？うん、最初のこの横棒あるじゃんか、うん、このなんか田んぼみたいなとこの上の幅と合わせると、うん、もうめっちゃ書いてある。あ、よいしょ。あ、上手上手上手。いいね。よし。オッケーでございます。よし、じゃあおさらいいきますか。はい。ちょっともう一回書いていい？いいよ。はい。おお、いいじゃん。本当？なんか上の道っていうのは書けたような、うんうんうん、ような気がする。いや、いいと思ういいと思う。え、全部ポイント守れてるくない？あ、マジ？おお、いいと思うよ。よめっちゃ上の字見ながら上の字見ながら書けば書くほど上手になるね。マジ、嬉しい。それめっちゃこの書き方が上手いからね出た、あのまた腰の低いやつねいやでもほんと楽しいわマジで、うん、まさか第1回に続き2回目も最初だなんて、ほんと嬉しいまあまたあれやね、これが出てる頃にはちょっとまたランタンの動画めっちゃ進んでると思うんだけど、でまた新作が出たりしたらまた喋ろうや。いやもう喋ろう喋ろう、私多分見てるからというわけで、はいはい、今日はカンミさん後半全然違う話してたけど実況動画書きながらね、はい、喋りました。また来てくださいはい、バイバイ。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。